いよいよ始まった初期、グラントリノにヒントをもらった僕、もっとワン・フォー・オールをフラットに考える。一体どうすれば。レッツ・ストーリー。翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は、深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても、頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけど、グラントリノの一言で思いついた。イメージは、電子レンジのたい焼き。これかもしれない。ああ、わかった！一部にしか伝わってなかった熱が、まんべんなく伝わるイメージ。全身、常時身体許容上限 5%！ たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。本気で取りに行くよ。さて、どうする。さてどうするか。とりあえずは俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。戦うしかないのなら考え。ワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態、そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。もう一度だ、打ってこい。攻撃を当ててブルースウルトラゲージを貯めろ。いいぞ。そこだ。やるね、やるね。そこだ。届け。いい動きだ。そこだ。よし、締めに一発撃ってこいや。フルスウルトラ2を放て。持てる力の全てを。スマッシュ。止めていけ。ウィン。やるしかないんだ。今だ。俺、フルカウル。惜しい。たった一回の思考で前回とは劇的に変わった。久々に本気で避けた通にかすった。こいつは化けるかもな。ひょんなことから新しい技フルカウルを習得した僕。使い慣れるにはまだまだ練習しなきゃ。その前に朝ごはん食べないと。新技フルカウルの特訓に明け暮れていたグラントリノと僕、そして特訓はフェーズ2へ。レッツストーリー。職場体験3日目。ずっとフルカウルの特訓をしてもらっていた僕はフェーズ2ということで、東京の渋谷へヴィラン退治に向かった。時を同じくしてヴィラン連合の死柄木弔とヒーロー殺しは飯田くんのいるホス市に現れていた。そして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中、それは起こった。衝撃で止まる新幹線、そこになんとノームが突っ込んできた。ノーム！小僧、座ってろ。何が起きた？
なんだ今の。この街ホスだよな。ホスって確か飯田君の職場体験先。ヒーロー殺しが現れた街でノームが現れている。偶然にしては出来すぎだ。ということはその二つが繋がっている。駆けつけた現場には飯田君の職場体験先のヒーローがいた。でも飯田君は近くに見当たらなかった。もしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない。無事でいてくれ飯田君。ヒーロー殺しが現れた街、ホスにノームが現れた。ホス、ノーム、消えた飯田くん、ヒーロー殺し。レッツストーリー。僕はホス市のとある事務所へ職場体験でやってきた。この場所で兄はヒーロー殺しに襲われた。ヒーロー活動はもう叶わないそうだ。奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えている。ホスではまだ一人目だ。つまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高い。その時は唐突にやってきた。騒ぎを追っていた最中、路地裏にその姿を見つけたのだ。ヒーロー殺し、あいつを必ずこの手で。スーツを着た子供、何者だ。消えろ。子供の立ち入っていい領域じゃない。お前を追ってきた。こんなに早く見つかるとはな。僕はお前にやられたヒーローの弟だ。僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。お前を倒せ。私欲か、社会の顔面。レディークラッシュ。始末してやる。この腕で素早く、この腕で飛び込む。食い入れ回るぞ。即座に遅い。挽回。この腕で、それが信念。引いてから、この腕で足元よ。いい角度に足元。それが信念か。逃しはしない。躊躇なく。ヘンスウルトラ。信念どりゃ。ウィー。ここから本物のヒーローに。アメージング。立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。インゲニウム、はあ、兄弟か。奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやる。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。黙れ黙れ。
何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。セイヤ、助けに来たよ飯田君。よかった、ビンゴだ。路地裏をしらみつぶしに探してきた。僕一人で時間を稼ぐ。できればヒーロー殺しを退ける。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。やめろ、行けろ、行ったろ。君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ、余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話だとしても、いい、レディークラッシュ。一気に懐へ。に染まらねば。足を行け、叩く、ドン、ダーン。そこだ、この勢いに衝撃は論外だ。さあ、いっ、アタック。論外だ。ゴム止まれ。そこだ、つなげ。それが信念か。どりゃいっ、アタック。いい格好。ゴム、それが信念か。衝撃はそこだ、届け。そこだ、拳が、あれば、いい。いや、スマッシュ。あれば、ウィン。本物のヒーローになるんだ。フルカール、体が、パワーが足りない。だが動きは悪くない。確実に仕留められるよう画策した、そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。こいつとは違う。ニドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。ニドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が、それに、その個性。数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。多分血の蛍光摂取で相手の自由を奪う。みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。ヒーロー殺しか。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。慌てるな。どうしようか。慌てるな。このままじゃやべえ。ミドリア、
この調子で肩をつけるぞ。どうも、レディー、論外だし、思い過ごすか。もう左で、はあ、燃やしてくぞ。今行く。まさか俺の力だ。論外だ。火炎で凍結の凍結の火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 。まだだ。まさか俺の力だ。いい角落ちだ。燃やしつつ、それが信念。凍結のいい加工。今行く。直接。まず右手。凍結か。このタイミング。凍結の。これが信念。今行く。いい加工だ。消えろ。好きにはさせねえぞ。どけ。ダイスウルトラ。信念。ウィー時代錯誤の原理主義だ。やめてくれ。もう僕はやめてほしければ立て。俺がお前に言える一言、なりてえもんちゃんと見ろ。